はい、こんにちは、勝間たんです。ということで今日こちらポケットモンスターディグダのポコポコハンマーゲームということで、はい、何ですか。あはははは、ごめんはい、はい、撮影係の直くんです。概要欄に URL 貼っとくんで見てください。大丈夫、貼ってある、お車係で貼ってある。トミーから、タカラトミーじゃなくてトミー、昔ですね、相当昔。トミー、これピカチュウでしょ。で、上限プリ、まあ、今のピカチュウと違うね、顔がちょっと丸みがあるよね、うん、なんかで、マリル、これなんだっけ。上限プリーだよ。上限プリー。これ見て、これメタモンじゃない、これもしかして。あ、確かに、ハンマー変身して、うん、で、ワニの子でチコリータで日の嵐と、で、ニャスもいると。あ、メタモンも覚えた。これディグダを殴るゲームな。そうだね、あの、要するにそんな暴力的な。モグラ叩きだから、モグラ叩き。暴力的な表現大丈夫。大丈夫、対象年齢5歳以上だから大丈夫。大丈夫、うん、よしよし、分かってるもん。炭酸乾電池3本使用ということで、これね、中古でね、2500円ぐらいで買いました。3800円だって、当時。やってみよう。喋るみたいね、しかもちゃんと。ニャ、ニャ、にゃーの声が入ってるにゃーって。にゃんちゅうだにゃーって。それはにゃんちゅう。それし、この前亡くなっちゃったから、その声優さん。あ、そうなんだ。生きる人いっぱいいるでしょ、でも世の中に。まあね。にゃんちゅうだ。すげえ、ちょっと待って、新品じゃね、なんか。ほぼ。これ、顔ついてる？ついてないじゃん。顔、違うじゃん、ねえ。これ、書かなきゃ、マジック。違うじゃん、これと。全然違う。ゴム外してあるんじゃないこれ。ド S じゃんこれ。さあ、あ、すごい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 、なんか、おお、え、お、え、え、そういうあれなんだ。そういうあれ、自由に置けるねえ。俺も思った今、なんかボードがあって、そっからニョキニョキ出てくるのかなと思いきや、ね、ディグダを好きなところに並べてタイマーの秒数を選んでね、合図が鳴ったらハンマーで叩いてね、一番得点の高い人が勝ちだよ、だって。この裏、じゃあ裏じゃなくて、これか、側面になんかついてるダイヤル、あるあるある、うん、で、これとりあえずこれ炭酸電池だからこれ入れるけど、うん、え、引っ込まりそう、なんか、あっ。おおえ、ああ時間差だ、時間差で開くんだね。炭酸電池3本入れます。電源は入るか、って言ってた。ポコハンマーな、なんだか今電波悪かったけど、今途切れちゃった。まあ、ちゃんと説明書見るわ、なんかわかんねえから。うん、なんかしかも板入ってる、板が、じゃん、あー、トーナメントになってる。へー、決勝トーナメントだ。新品じゃねこれ。新品だね、ちょっと折れてっけど新品だね。はい、じゃあ説明しまーす。はーい、お願いしまーす。まず1人から多人数で遊べるということで、2人でも遊べるし、まあ何人でも遊べると。多分ハンマーでも1個しかないじゃん。ハンマー1個しかない、でもいっぱい、いくらでも遊べるみたいで。じゃあ次、6匹のディグダを自分の好きなところに配置します。顔そっちに向けるようにしよう。あ、顔違うじゃん、かわいそう、このディグダ。ほら、顔全然違う、みんな汗かいてる、暑いかな。顔全然違くない？みんな。喜んでる、ごめん。喜んでんじゃん。M だな。こいつ嫌がってんね。うん、これ笛みたいになってる。あ、叩くとピッピッっていうのね。ね。あ、いいね。あ、ダメだ。これ自分でやっちゃダメだからね。こんなもの。頭の中のシナプスが死んじゃうから。シナプス。今まで何細胞ぐらい死んだ？200万ぐらい。200万ぐらい死んだ。だから多分小学校、中学校だっけこれ、シナプスって習うの。習ったね、なんか習うでしょ、頭の細胞叩いちゃダメだよ、人の頭みたいな感じで。6ピンの自分、ディグダを自分の好きなところに配置します。タイマーのスイッチを入れ、これタイマーって、これだね、これが0、1、2、3、4、5、6モンスターボールってあるんだね。1から6は何となく入ってモンスターボールって何、分かった、自動、分かった、6だと、うっ、あ、回数だ、見てみ、下ほら、モンスターボールになる。あ、ほんとだ。あ、1でやってみ、2だもん、増えてく、うん、で、6がゲ
カンスト。かわいそう、なんか、かわいそう。これで終わりじゃね、もう。嘘、あと1回か。これで終わりかな。でも、タイマーのスイッチを入れ、秒数を選びます。秒数？これタイマーじゃないもんね。あ、これタイマーだ。1、2って書いてあるけど、え、激ムズじゃん。1時間、2時間どんだけ叩くんすか。待て、ボタン押すわ。なんつってんのこれ。ペコタン？ねえ、ペコタン、ペコタン。終わった。これ結果とか出ないよね。分かった。1位が約30秒で、2位が50秒だって。ここにある数字。あ、はいはい。え、つまんなくね。いや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 。じゃあがさ、じゃあ俺が思ってたのはないかな。確かね、ワニワニパニックがあるんだよこれ。あった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 。会社大丈夫？会社、会社大丈夫？会社ダメ、会社ダメ。会社ダメ？会社ダメ。だって今入っちゃった？ん？会社って何の会社？その会社一緒？じゃあ違うよ、バンドだから違うよ。ほら、これカニカニパニックだ。ワニワニもあるんだけど、うん、これゲーセンみたいな感じでマジ面白いねこれ。ほら、あ、わかるでしょこれ。これはなんかわかる。表で出てきて叩く。そう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 って感じだから、なんかもう一つのこうゲーム機みたいな感じで遊べるから楽しい感じなのに、うん、これもうさ、なんだろう、なんだろうね、なんて言ったらいいんだろう。これはあれよ、オリジナルだよ。自由に、自由に配置。楽しいよ、楽しいけど。ストレス発散ゲーム。楽しいけど。ここにゴム必要。滑るもん。ああ、マット引かないと。マット引かないとダメだ。あ、マットあるわ。マットあるわ。マットある。マットあるわ。行きまーす。え、じゃあどうせならピーやろうよ。わかった。始まるんや。そうだよ、1時にセットする。ゼロにしとかなきゃダメだ、うん、で、その後の足し算でしょ。そういうことだ。え？今更？すみませんでした、バカだから、俺。それ足し算して、うん、合計みたいな。じゃあ、2でやったらダメじゃん。絶対全部叩けるに決まってんじゃん、俺らじゃ。うん、めっちゃ遠くに置けば、じゃあ。だからさ、滑るやん、もうめっちゃ遠くに置いたら。ボルトで固定して東京フレンドリーパークみたいな。専用のもうステージ作んなきゃダメじゃん。それから行くよ。じゃあ30秒で、はい、ゼロ合わせた。うん、はい、お願いします。いきまーす。これでいいしょ、とりあえず。うんうん。あ、
わりー。どう？ん？全部モンスターボール。イエーイ。じゃあ交代だな。はーい。そのままそのまま。ナオ君にもやってもらおう。はい。あ、この真ん中のやつディグでいい表情してるね。ん？ん？って。真ん中のやつのディグダの表情がいい顔してんなと思って。こんにちは。なんか髪の毛明るいね。そうです。カスマダ博物館のね、圧力のストレスで。これチャンネル違うから。金髪になっちゃった、脱色しちゃった。とりあえずゼロいいしよう。ゼロいい。ゼロに、うん、ゼロにゼロにする。よし、じゃあ、はい、いきまーす。いきまーす。え、最初はい、いいよ。ペコタン、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 ペコタン。はい。さあ、結果発表。全部モンスターボールでーす。簡単だな。簡単だね。でも俺今俺初めてこっち側から見て、うん、この画面上からね、面白そう。見る分には、うん、見る分には面白そうだし、可愛い。なんといってもディグダが、こう勢いよく出てくるから、そうなんです、ね、そう、これがね、マジで可愛いのよね。うん。確かに、遊ぶ、あ、違うよ、叩いてるんじゃない、こいつらは叩かれる瞬間に下に行ってるだけ。あ、直前で。そう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 、逃げてるだけ、逃げてるだけ、ね、そう、叩いてるわけじゃない、俺らが。あ、じゃあ大丈夫だ。そう、もうディグダは気づいて。暴力的な表現。あ、そう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 。あ、でもこれはマジでいいわ。俺最初つまんなと思ったけど。訂正してんじゃん、さっきの。すいませんでした。カニカニパニックとディグディグパニック。すいませんでした。はい、じゃあちょっと表のあのパッケージ、パッケージ。はい。サムネ。サムネじゃないよ。もう終わる。ディグダポコポコハンマーゲーム。ちょっとでもさ、俺一つ言っていい？お前らさ、どこにも出てこないんだけど。ね、確かに。せめて S らね、書いてほしいけど、ね。あ、そうそう、ここにはいるけどさ、なんか、チコチコとかさ、うち、チョケプリーとかさ、言うてくれればいいのにさ。これ大量に買えばさ、うん、いっぱいできるじゃん。大量にってもう何年前のものだと思うけど、もうないよ、もう。ないよ。限界、限界、限界にいけないぐらい。今もうマックスだったじゃん。うん、マックスマックス。これ倍になればもう、え、多分 倍以上でも結構きついと思うよ。もう叩けないと思う、多分ね。はい、ということでディグダのポコポコハンマーゲームでした。はい、懐かしいと思った人コメントしてね。はーい、じゃあねー。バーイ。